卵が6個あったんで、大好きな錦卵を作っていこうと思います。はい、お湯を沸騰してきましたんで、卵は、お尻の厚い部分ですね、とんがってる方じゃなくて、そこを軽くスプーンのお尻で、はい、ちょっとだけひびを入れとくと、あとで抜くときは楽です。スタートしました。1分で頑張ります。したゆで卵を、はい、白身と黄身に分けました。そしてこれは麺をすくうやつです。はい、これで裏ごしして、あとお砂糖と塩を加えていきます。1/2、砂糖大さじ3から4ぐらいでいい感じです。完成しました。はい、こんな感じでーす。もうちょっと押し付けて、固く押し付ければよかったかなと思いますが、まあドン・キホーテで12個100円の卵を6個使いました。全部材料代も入れても60円ぐらいです。さあ皆さんもやってみてください。錦卵でした。